皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチの方やっていくんですけど、本日はイルカマンニョロトのアメパをね使っていきたいなと思います。まあアメパといえばまあ僕なんですけど、まあイルカマンニョロトの方のねアメパ使ってなかったなということで、まあアメをね、考えていきたいなと思います。でこれなんですけど、まあネバネバネットだよねこれ。まあネバネバネット構築か、まあ普通にめんどくさいという話はあるが、まあ一旦イルカマンでいいか。まあイルカマンから入って、いやでもちょっとむずいな。おドドゲザンやばいぞこれ。見つけたか、新たなる戦出を。いや違うな、イルカマンニョロトのガチグマ裏からタスキ枠。ステロがガブとドドゲでしょ。でこれ多分、いやむずいな、ステロプラスネバネバネットって考えると、まあ裏からカイル投げるべきだけど、多分裏のカイル強くないんだよな。いやこれでいこう、イルカマンニョロトのガチグマでいきましょう。対戦相手のイオンさんよろしくお願いいたします。まあ結構僕ね脱出パックのアメパの方が得意なんですよ、ペリッパーとかより。まあ使い慣れてるっていうのもあって、でそういう構築って、まあ基本戦術ってあるじゃん。まあ今回で言うとニョロトのブリジュラス、イルカマンっていうのがあるんですけど、その概念、基本戦術という概念をぶち壊す柔軟な戦術を戦術画面でできるかどうか、これがね勝敗分けるんすよ。まあ水テラス切る必要ないですね。まあクイックターンでいきましょう。超の前、ちょっと待って待って待って、超前バトン、それはあまり嬉しくないが、ちょ、まあ、超前、いやまあいい、まあいい、まあいい、ういー、ジェッパンジェッパンでなんか倒せてそうなんだけど、まあハチマキイルカマンの強み、待ってこれネットじゃないの。まあニョロトノで、でねこのニョロトノのね強いところが、まあ、大体相手の攻撃を、1回耐えて起点にならないアンコールだったり滅びの歌っていうところがね本当に強いんですけど、これ滅びですね、危険なんで、うん、バトンタッチあるから。ここでアンコール押すのは違うんですよ、これニョロトノのね技一手一手がね。いやてかニョロトノ好きだな、懐かしいな。ニョロトノもね結構好きなポケモンランキング高かったんですよね。まあ理由があっては単純にね、使った過去がある思い、やばい、ニョロトノ、あ、ニョロトノ、やばい、ニョロトノが行ったぞ。いやまあまあまあ滅んだのはないっすか。え、でもどうせ滅べてたよな。いやまあ削りますか、じゃあ。じゃあ削り、おー、なんか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 噛み合った、あ、いいよいいよ、おー、危ない危ない、まあまあ全然ニョロトノが滅んだのはナイスなんだけど、まあニョロトノさようならかと思ったら、ニョロトノで一匹倒すことに成功した。多分相手もゴチルゼルでなんか全てを、待て、やばい、いや待って、これ滅んでるの神だぞ、挑発ゴチルゼルさ、ナイスじゃんニョロトノ。え、あんこで、これ多分挑発でしょ。でも俺滅びで、え、上取ってんの、上取って、待って待って、上取ってんの、じゃあなんかさ、え、最、なんかさ、まあ、最悪、滅べばよかった、もう最悪、まあまあまあいいや、まあ、まあ別に、別にいいです。まあ別にいいですよ、じゃあ。上取ってるんかい。相手 S 振らないのか。はい。まあまあ、瞑想、無理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 。イルカはいるから。なんかよくわかんないことが起きたな。起きたけど、まあ、ニョロトノのね、強みが出ましたよね。あ、さよなら、ニョロトノさん。今までありがとう、ニョロトノさん。マジで今までありがとうの展開になってしまったが、いやこれでもねちょっと悩ましいっすね。まあウェーブタックル打つのが正解なのかどうかっていう話なんですけど、水テラスジェットパンチでもなんかゴリ押していけそうなんだよな。いやさすがにゴリ押せるでしょ、水テラスジェットパンチで。まあなんかジェットパンチ打っといた方が強いからね、イルカマ。え、ニョロトノいるか、雨で攻撃する回数0回なんだけど、まあ、ニョロトノの強みっていう、なんかよ、まあ、まあ、あんまりなんかよくわかんないところがいきましたね。はい。いや、でもね、多分相手雨無理なんだよね。これだって、正直相手のパーティー見た瞬間、強よ、え、落ちるんかい、相手のパーティー見た瞬間、ぶっちゃけイルカマンで勝ったなと思った。これね、雨じゃなくて、イルカマンが刺さってます。はい、届けた、OK。これみんな気づいてる、俺が。総大将届けたに負けないためにラスト1体タスキガチグマを制止するという。え、待って、ブラムの PP、 待って PP が増えてないぞ、 P
日々増やしとこう。そういえばね、さっき動画投稿したのがセグレイブの動画なんで、まあ今9月19日に動画撮ってて、まあ結構前、ため撮りしてるわけなんですけど、セグレイブの動画を撮ってた時に、多分タスキガチグマがいて、タスキガチグマ何みたいなコメントあったんですけど、タスキガチグマ結構強くて、CS に振ることで、遅いブリジャラスの上を通りたりとか、まあそういう強みがありますね。まあ結構強いね。相手からするとあんまりケア、まあ最近だと結構ケアされるんだけど、ケアされづらいっていうのもあったり。ああ、いい火力してるね。まあまあこれハチマキなんで、まあ相手からするとね、もうどうしようもなかったっていうのはあるよね。まあジェットパンチで。はい、対戦相手の方ありがとうございました。なんかまあ、アメニョロトノではなかったけど、まあニョロトノの器用なところは出たんじゃないかなと思います。対戦相手のイオンさんありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。スカーレットさん、対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティー、なるほどね。いやー、これ難しいですね。難しいんだけど、ガッサ巨ジオンがめんどくさいか。これどうしよっかな。まあ、ぶっちゃけ雨でゴリ押すぐらいしてもいい。これね、巨ジオンちらつかせの対面構築だと思うんだよね。で、それを読むんだったら、まあ、イルカマンから言って、これみんな、本当にキノガッサにイルカマンってみんななってると思うんだけど、これも見えました。雨これも投げちゃうよ、これは。まあ、こうですね。イルカマンニョロトのサーフを、この性質、相手の、性質を超えていけるんじゃないかなと思います。いや、懐かしい。俺さ、メガラグラージニョロトのサーフ号っていう性質が実はめっちゃ好きだったんだよ、当時。ニョロトので一桁取った時ね。なんかそれに、似てるわ。キノガッサいても、気合で雨を投げる時あったのよ。いや、相手がその、キノガッサいたら雨来ないだろ、みたいなね。あ、ガッサでしょ？あ、ガッサじゃないか。はい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 。これは、まあ、サーフを投げてるんで、まあ、一旦オッケー。ただ、ここで、まあ、ここでどうするかがちょっと難しいんだよな。ニョロトの投げは、まあ、あまりにも弱いと。まあ、サーフをだな、サーフをだな。一旦サーフを投げて、でもサーフはちょっと、取っておきたかったりもするんですね。エレクトロビーム。はい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 。で、ラスカあたりでしょ？打ってくるのって。いや、どうしよっかな。ここ引っ込めてもいいな。ここ引っ込めてもいいな。あ、オッケーオッケーオッケー。耐える、ナイス。ここにニョロトノ行きます。で、まあ、タクなんだけど、インファ打とうかな。まあ、タクだけど、インファ打とうかなっていう、ギリギリの、ギリギリの技選択。まあ、確かにきつそうに見えるかもしれない。オッケー、ニョロトノの言い方さ。いや、悩ましいな。水テラスウェーブタックルで落ちるんだったら、まあ、水テラスウェーブタックル打つのも、なしではない。まあ、がっていう話か。なしではないが、まあ、さすがにインファイとか。オッケー、通る。オッケー、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 オッケー。いいね、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 いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、ミミッキュ来た時に、ニョロトノバック、からの、まあ、ミミッキュ来るよね。いや、それはなんとなく分かっていた。いや、むずいな。まあ、一旦ニョロトノバックか。で、ニョロトノのアンコールとかは多分ケアされるはずなんで、サーフゴを捨ててクイタン打ちたいよね。トリル、オッケーオッケーオッケー。待って、これアンコール打てるぞ。トリルか、そっちか。はい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 。オッケー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 。了解、了解した。で、これは、まあ、あんこでいいんじゃない？オッケー！トリルあんこしました！裏から波乗り！いけるぞ！ちょっと待って、これだったらな。まあ、別にサーフを投げなくて、サーフを？なんだ？別に、あれなんだよな、サーフを投げなくてよかったな、ガッサ来ないんだったら。で、ここ波乗り！ニョロトの器用だね、お前、相変わらず。いや、なんかやっぱ楽しいな、雨。相手トリルをしてしまう。まあでもちょっと嫌なんだよ。これでもラス1滅びに持っていける展開なら全然オッケーなんだよな。雨が上がっちゃった。アンコール3分の1でしょ？トリル枯れる。
か。まあ、ここイルカマンバックでいいか。イルカマンバックで HA 系が落ちるならクイックターン打ちたいところか。イルカマンヒーロー A 特化クイックターン、こだわりハチマキ、照らす水、強よ、は確定じゃん、いけーってこれで倒してラス1にホロトの滅びね。これ完璧、これなんよ。雨楽しすぎるこれいやいいっすね、イルカマンニョロトの楽しすぎる。影打ち、まあ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 わかる。まあ影打ちしかないか相手でも。ウェーブタックルあんまり打ちたくなくて、まあサーク後トリックでもいいのかこれ。いやでも別にサーク後トリックでもいいのか。待って、サーク後トリックがさすがに一番強いか。うん、サーク後トリックでいいですね。いやー綺麗綺麗綺麗、詰め方すらも、詰め方も完璧に。ガチグマはそうだよね、ガチグマもこれ真空で叩かれたらアンコール滅びでいきます。トリックえいナイス、対戦相手の方ありがとうございました。おーいいですね、気持ちいいですね。まあ、確かにね、その天候パとかに対する、イエスさんオニュラとかイダイトへの対策って取り入るガチグマって結構きついんですけど、まあ、ニョロトロがねそこらへんいい感じにね器用に、相手のねトリルを無効化したりとかできるんで、かなり強いなと思います。もう一戦やりますか。はい、対戦相手の方が見つかりました。ルナさん対戦よろしくお願いいたします。まあ、これイルカマンでいいっすね。まあ、イルカマンでいいんだけど、まあ、何を投げるかだよな。まあ、でもこれはさすがに基本、いや待てよ、いやまあ、ガチグマもちょっと熱いんだよな。まあ、初手のブリジュラスに対して大地で荒らして、あくび打ってわちゃわちゃしてからイルカマンニョロとのも結構強そうなんですけど、いやもうイルカマンって初手に投げるんですよ普通なんだけど、初手じゃないっていうね、相手がびっくりする、それにかけます。それにかけるとか、まあ、相手をびっくりさせようと思います。まあ、多分通る、多分通る。まあ、初手ガチグマが多分ね結構強いんだよな。まあ、相手のブリチュラスの初手が結構見え見えの構築だったんで、とか逆に誰初手投げんだろうね、ブリジュラス以外。ガチグマか。はいはいはい。まあまあ。まあ、だったらイルカマンから行きたかった。とか、イルカマンブリジュラスでよかったなという話なんですけど。まあまあまあいいでしょう。うん、ブラムで。で、これで硬さを見てチェックして、直キー。はい。え、全然 OK。全然展開いい。全然展開いいよ、これ。本当だからね。で、ニョロトのバック。え、こういう器用なね、もう、俺が生き生きしてる。てか、アメパ、ダストニョロトのが俺の最大値なのかもしんない。あまりにも生き生きしすぎていると、話題に。はい、シンクワン、オッケー。うん。で、これは、まあ、ちょいとむずいんですけど、まあ、イルカから入って、まあ、水テラスジェッパンよりかはさすがに水テラスクイタンか。でも真空派だったら別にニョロトの引きでもいいんですよね、ぶっちゃけ。いやこれニョロトの引きの方が強いな。体力をイルカマンがエースなんで、これはイルカマンの体力を極力残しておくということに意味がある。まあ、真空派打つからね。あ、相手引っ込める。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー、それは全然いい。ブリジュラスか。いやー待って、それは一番きつい。裏からのブリジュラス一番きついとはされているが、まあ、ガチングマバックでこれ持久なんで、まあ、打ってきて、まあ、ステロとかの可能性が高いから。おっと、いやなんかちょっと違うな、話が違う、ここは。いやーむずいな。まあ、これはちょっとね、タクなんだけど、まあ、イルカバックしようかな。これはちょっとタク、正直真空は以外も打てるんだけど、いや食いたんでよかったな。だったら何打つ。いやでもブラムはね打つのむずいよ。オッケーオッケーオッケー、そうだよね。でここは水テラスクイックターンで少しでもブリジュラスを削っておく、じゃないとちょっとね試合に勝てない。まあ真空波打つっていうのは結構相手的にはあまり強くない行動だとは思うんですけど、全然押せる。
まあでもこれ3対2を作るのが結構何よりも大事なんで、うん、まあ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 ちょっと弱いけど、まあいいでしょう。でガチ熊から入ると海流あたりに何も仕事ができなくなっちゃうんで、まあ、雨を降らせることができてないけど、まあ一旦ニョロトのバックでいいかな。で雨が上がった、まあこれ雨パッと見せかけてイルカマンのクッションがニョロトロなんで、ミミックだよね。オッケーでミミックはこれはいけるこれはいける。いやだったらガチグマだったんだけど、まあ一旦波乗りか、一旦波乗りで剣舞アンコールとか考えるとちょっと、まあ相手もしたくないと思うんだけど、いや一応プランは見えてる、ジャレスクオッケー、いやいけるで波乗りでだよな。割って、いや、ちょいとむずいけど、いや、何が正解だ、これ。ま、ガチグマして、うわー、ブリジュラスの型次第だな。イルカマン投げ、ジェットパンチ、で、行くか。ちょっと型次第だな、マジで。イルカマン投げ、ジェットパンチ、おっ、いやまあまあでもジャレは耐えてるから、まあ多分あんま関係ないと思う。あ待って、関係ある、これ食いたんでいいじゃん。ラッキー、これラッキーだな。ジェットパンじゃなくて食いたん、オッケー、よくなった。これマジででかいな、これでかすぎる、これでかすぎるな。はい、でいやそうだよね。でこれね多分持久力ってことなんだよね。そうだよね、オッケーだからこれは、まあ、ガチグマだな。これ最速ガチグマなんで、多分ガチグマ投げ大地が、まあ、上取ってると思うんだよな。これ、じゃれつく余計でかすぎるか？かなり。オッケー、上取ってる。でかい。でかかったな。でも、ジェッパン打って、ニョロトノ捨てて、で、その、大地で、多分、もう、なんか、いけてたような気はするんですよね。ぶっちゃけ。ジャレツク当たる、ジェットパンチ打つ、ブリジュラスクる、まあ、ステロとのタクとかになってたか。まあ、そう考えると、だいぶでかいか。オッケー、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、これ最後だいぶ運だったな。ジャレツクないとなんか諸々のタクとかになってて、かなりきつかったんで、もうジャレツク避けが神でしたね。ということで対戦相手の方、ありがとうございました。ただ結構ね、やっぱ使ってて楽しいのと、意外と簡単な構築じゃないっていうところも含めてね、よかったら皆さん使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。